ああ、ダメ。ああ、2回ジャンプしなきゃダメだ。なるほど。さあ、この子は誰でしょう。どこ行ったんだろう。まあなんとなく知ってますが、なんとなくというか、まあ、知ってはいるんだけど、まあいいや。ていうかこの T シャツってさ、シャングリラのあれかな、エピローグ。これがこの子の部屋だね、多分。なんかある。少女漫画じゃなくて、まあ、の完全なるアメコミですね。窓で確かにあんまり綺麗とは言えないお部屋ですね。こっちはバスルームですね。バスルームも結構汚えな。この部屋もあんまり綺麗ではないね。まあ誰の部屋かというと、あ、ねえ、ネイトの写真が、お、富士山だ。日本にも来てるんですね、ネイトたち。お、ネイトと、まあこの写真を見ればわかるとは思いますが、ネイトとエレナの娘ですね。ごめんね、サリー。サリーと今いるワンちゃんだね。お、サム。とエレナですね、あれは。で、今のこの子ですね。もうちょっと前かな。はい。脱ぎ散らかされとるし。っていうかバスタブが2つもある。すげえ。でっけえ家。はいはい。来いやっていうのが、はいはい。あ、ここリビング、リビングは綺麗ですね。お、なんかある。でもそんなに新しい感じのカメラではないですけどね。昔ながらのっていう感じ。昔ながらのって言い方変だね。まあ今はデジカメが主流にはなってきちゃってますけどね。かけてみようかな。ママの音楽の趣味変。どっちだ。一回鳴らしてやる。特に何もねえのか。よし。うん。なるほど。あのワンちゃんについていけばいいのか。ワンちゃんどこ行った？はいはい。こちらでございますね。洗濯物。溜まってんね。
まあ今は一人暮らしだから俺もそんなに毎日するわけじゃないけど、まあ1週間に1回か2回。まだあげられるじゃん。もうあげられないかさすがに。もうあげられないってさすがに。オッケー。ここは客間。というかこっちがリビングか、さっきのは客間かな。なんて、サムとサリーが来るんだ。ハバナ、キューバ、それバハマか、忘れた。2週間後、キャシー、この女の子の名前がキャシーだっていうことが分かりましたね。お、サリー老けたな。まあいいよ、年だからね。おじいちゃんって言っても差し支えない年だから、ね、お、あった。リンゴだ。ああ、さっき見たか、これ。こら。おお、綺麗な。綺麗な。すごいところに別荘があるね。ちょっと待って、なんかあった。別荘なのか知らんけど。田島春、あと何週間か待てば。インドってこと？でもこれインドじゃないよね、多分。南の島的な。裸足で、まあアメリカは結構、まあね、外でもワンちゃんがいる。あ、そこまで行こう。アメリカは結構その誰か、あ、誰もいない、あそこ、なんだ、まあ外でも結構靴で、ね、歩いたりはしますからあれだけど。まあビッキー、ビッキーっていうのか。何、僕はここで待つよって。てか、なるほど。もう特に何もないかな。なんかせっかくなのでね、今のネイトとエレナの住んでいるところをちょっと探検してみようか。といってもそんなには何もないね。でもそのなんか普通にこの別荘みたいな感じってすごいですね。まあ今住んでるのかもしれないけど、住んでるって言われるよりは、まあ多分夏休みの別荘とかそういう感じなんだろうけど、
にしてもすごいよね。何が？誰がやったんだろう。まあ多分エレナだろうけど、姉さんがそんなことやるとは思えないんだよね。マレーシアのあれの話かな。お、サリーとエレナですね。だってもうでもこれぐらいの年の子がいるってことはエレナもいい年やね。30代40代ぐらいにはなってるからね。30代40代ぐらいにはなってるか。映ってるじゃん。この鍵かな。ダメだよ。それは開けるわな。お、セーディスマスの十字架。これ何？ああ。このドクロ、あ、これあれですね。あのネイトがつけてた指輪を入れると、あの宝の、なんだっけな、あの。の場所を指し示す方角、あの方角を指し示すみたいなやつですね。3かな？シリーズの時のやつですね。砂漠に眠るアトランティスの時のやつか。不気味だけど、かっこいい。かっこいいの？そしてこれだよね。エイブリーのです。まあ今回のね、あの銃のですね。これは。あれかな、サリーか誰、サリーだったかな、なんか銃弾を受けて倒れたんだけど、結局あのここで止まってて助かったってやつ。違うかな。これって銃のホルスター。まだある。あのチンターマニ石だね。エルドラドかな。
どっちだったかな、ちょっと忘れちゃった。マルコポーロのやつが関係ある方、あのこれをラザレビッチだっけ、そう、これをなんか食べると、結局松ヤニかなんかなんだよね。でそのあのなんだっけな、やるとそのなんかなんだったっけな、そのなんかすごいなんか変な形相になっちゃうってやつ。うん、そういえばアンチャーテッドには珍しく、あれあんまりあの人外が出なかったね、このシリーズ。そういえばよくよく考えたら、ね、なんか最初の黄金刀と消えた戦団だっけと、エルドラドと砂漠に眠らアトランティスと、ね、大体その人外が出てきてたから、あ、砂漠に眠らアトランティス出てたね確か、あの砂漠のなんだろう、あのところで出た記憶があるから、砂漠というかその砂漠から行った遺跡のところで出てた記憶があるんだけど、出てたかな覚えてないけど、なんかいた気が覚えがある。あの混同してたら違う、ごめんなさい、うん、なんかそういえば今回は出てなかったですね。はい、まあいいや。ということで、まあ今回の、ネイトと、サムのね、まあ最初のつながりというか、まあネイサン・ドレイクになったきっかけとなる本でございます。あ、これはね、あの時にも読んでますよね。忍び込んだ時にも。探してましたね。ついさっきまで。おお、サムドネイさんですね。本当に出会った時の3人ですね、これ。そこにいたか、パパ探したぞ。ネイトちょっと老けた。エレナは思ったより変わらないけど。ボート出すわよ、ほら。うん、すぐ行くから先に行ってて。なんだキャッシーねえ、怒んないで。ねえ怒んないでってば。バレたわけね。それで何を見たんだ。別に何も、二人とサリーの写真くらいだよ。スペインの財宝も写ってたけど、あとショットガンも。そう、遅かれ早かれ気づくんだし、もう打ち明けたら。まだ早すぎる。何のこと、あのクソヤバそうなやつ。言葉遣い、ねえ気をつけて。ごめん。でもまさか骸骨なんかを棚に入れてるなんて。見えちゃったの、銀色の頭蓋骨みたいなの。まだ絶対早いってだろ。ネイト、今話すべきよ。ねえ今話してってば。また話って一体何の話。友だ。
でもサムとあなたはもっと小さかったでしょ。いや、それとはわけが違うだろ。ねえ、私もし怪しいことをしてたとしても全然気にしないから。まあ犯罪すれ、犯罪すれすれというか、もう大人なんだし教えてよ。大人ね、いくつだっけ。笑える。まあまあ、わかった。じゃあまずはそうね、歴史上の大発見があるって、ある日パパが電話してきたの。それが全ての始まり。絶対に詐欺だって思ったけど。そう、イケメンの詐欺師。ちょっと顔も知らなかったって。知ってたろ。最初の、それで一番最初の本当にあの黄金刀のやつですね、確か。あれ黄金刀だっけ。黄金刀だね。インドネシアの海賊に取り囲まれたでしょ。おいおい、あれは俺のせいじゃないって。ちょっと待って、フランシス・ドレイク卿の棺を見つけて、しかも海賊に襲われたって今言ったの。本当に。まあ、うん、まあ、そんな感じね。マジ言っちゃってる。言葉遣い。ハモった。よし、いいのそれ。それで続きは。なあ、天気もいいし、ボートもあるし、風もいい。続きが聞きたいなら、ボートを出そう。あれ、あ、ねえ、フランシス・ドレイクの骸骨ってどうなの。入ってなかったよ。そう、手帳とエルドラドの地図だけさ。ああ、伝説ではね、実際は黄金の…あれ、エルドラド…そうかい、エルドラドが1件目か。あれ、黄金島がじゃあ、2つ目か。完全に俺が勘違いしてた。ごめんなさい。さあ、ということで、終了いたしましたよと。エルドラドが1件目でしたね。1作目だね。エルドラド、黄金島と、で、アトランティスが最後だって、海賊王と最後の秘宝。で、地図なき冒険の始まりがその次だね。まあ、地図なき冒険の始まりに関しては、まあ、ネイトがエレナに会う前の物語だから、若干ちょっとまあ話としてはあれなんだけど、まあでもサリーは出てくるし、あとクロエかな、確か出てきてた気がするので、うん、まあ面白かったですよ。未だにね、覚えてるけど、ビータでよくやったなっていう思い出がありますね。はい、さあ、ということでアンチャーテッドシリーズ、まあ僕、まあ2つ前ぐらいのパートでお話はしたんですけど、まあ、僕が、初めてプレイしたアンチャーテッドが、まあ、地図なき冒険の始まりで、まあ、それは全クリしたんですけど、まあなんだ、 PS3 版の方をやるのは実はこれが初めてですね。まあ、実況は見てたんですけど、はい。で、まあ、このシリーズに関しても、まあ、このチャンネルを開設して初めて、まあ、実況を始めた、まあ、作品でもありますし、まあ、思い入れの深いというかものありますね。まあ、アンチャーテッドを僕が知ったのが、まあ、ラノベかな、何かのラノベで、そのゲーム部かなんかのっていうラノベで最初にアンチャーテッドをやるっていうシーンがあって、それでアンチャーテッドってどんなゲームなんだろうって調べてて、で当時、流行ってたというか、まあ、ビータが出てちょっとしたぐらいだったんで、だったかなぐらいだって、アンチャーテッドがあるっていうのを知って、ぜひやってみたいっていうこと でそこから実況動画を見始めたりとかしてっていう感じでね、どっぷりハマっていたわけです。うん、やっぱ面白いですね。もう本当にやっぱりグラフィックも綺麗だし、まあ、映画を本当に見ながら楽しんでるっていう感じで、本当に面白くプレイをさせてもらってます。うん、そのね、地図なき冒険の始まりの時も、まあ、ビータだった
ったってんですけど、それでも本当にすごい画質、やっぱ画質というか映像が本当に綺麗でね、面白かったし、まあ、あのビータならではのね、あのなんだろう、やつ、まあ、あの光を取り入れたりとかそもあのっていう操作があったりとか、あとあの鉛筆でというか、まあ、ぼかしたりとか浮き上がらせたりとかね、紙使ってそういうのもあったりして面白かったっていうイメージがやっぱりあって、で、まあ、あの実況を始める上で何を最初にやろうと思ってて、で、まあ、いろいろ考えた結果これになったんですけど、でもやっぱりこの、まあ本当にいろんな、ね、人気のゲームだからいろんな方がやられてるから、まあ、そんなに多分ね、そのグダグダプレイばっかりしてるから何なんだっていう動画にはなってるとは思うんですけど、まあ、個人的にはね、楽しんでやってる、まあ、ところを見ていてもらえたらよかったのかなと思います。まあでもやってよかったですね。やっぱこうやって、まあ、こういう RPG っていうかストーリー系のやつは、まあ、バイオハザードをね、プレイをもう今実況完結編じゃない、2つ完結させてこう、まあね、エンドロールを見てたわけですけど、こうやってエンドロールを見るっていうのもなんかこう一つの達成感もあり、ちょっと悲しいというか寂しいというか、そういうところもあったりはして、なんかちょっとまあ複雑な気持ちではあるんですけど、まあ、やっぱりそのね、まあ、クリアできた満足感と、ね、ここはもっとこうしたらうまくいったんじゃないかっていうちょっとね、まあ葛藤じゃないね、後悔というか、そういうのもあったりして、まあでも本当に満足はしてますね。面白かったです。最近結構ね、映画を見る機会が増えて、エンドロールをね見る機会が結構増えててっていうのもあって、なんかこうね、映画を見てるような感じでプレイしてて、なんかこうエンドロールを見るとあーっていう一つの、まあさっきも何回か話はしてるんだけど、満足感というかね、そういうのもあったりして、そうですね。でもやっぱりまあ一番そうですね、面白かったかなと個人的には思いますね。まあ実際にプレイしてないので、アンチャーテッド の、 残り3作は実況を見ただけなので、まあ、実際にプレイしてみたらまたっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ、実況を見ながらというか、そういうのを含めた中で個人的に一番好きなシリーズかなと思います。シリーズというか一番好きな作品かなと個人的には思いました。いやーでも長かったね。パートいくつぐらいになってるんだろう、30、40弱ぐらいには多分いってるとは思うんだけど、40ぐらいかな。このシリーズを一番最初に上げたのが2018年、まあ、去年の9月28日ぐらい、確かさっきちょっと確認したんだけど、いつ上げたか忘れちゃったぐらい、まあ、このとチャンネルを開設したんだが、ちょっといつだったか忘れた、まあ、去年の9月ぐらいに開設して、ね、ずっと上げてきて、まあ、アンチャーテッドはね一時期パート7ぐらいで一回ちょっとストップしちゃってて、その後ずっとね、FIFA とか、ね、バイオとかいろいろね、上げてきてて、まあ、そのあたりからチャンネル登録してくれる人も増えてきて、まあ、個人的には本当にありがたいなと、ね、コメントくださる方もいて、すごくありがたいなと思ってたんですけど、まあ、でちょっとそれで一回アンチャーテッドから離れちゃって、まあいろいろで、まあ本当は赤狼をやってた時に息抜きでやってたんですけども、いやまあこっちに完全に引き込まれちゃって、続きをやっぱりやりたくなっちゃって、でまあ最後まで行ってっていうことでね、でも本当に最後ここまでやってこれて本当に良かったなと、なんか堂々巡りしてる気がする。
と思いました。ということで、はい、まああとはね、最後エンドロールをみんなで見て終わりましょうかね。はい、ということで、アンチャーテッドシリーズ終了いたしました。いやー、まあ実況しながらやるのは結構大変だったんですけど、はい、面白かったです、やっててよかったなと、やってきてよかったなと思いました。はい、まあトロフィーもなんだかんだ取れて
はあ、ね、まあ、ただ宝物に関しては全然取れてないので、まあ、それはまた、自分で取っておこうかなと思います。はい、ということですね、ちょっとパート数が分かんないのであれですけど、まあ、30パート以上という長い間ですね、ご視聴いただいてありがとうございました。また、ね、他のシリーズ等やっていきたいと思いますので、見ていただければと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次のシリーズ、次の動画でお会いいたしましょう。またね。